友達いっぱい、夢いっぱい、二人でなろうよ、ベストフレンズ。アイカツフレンズ始まります。これまでのアイカツフレンズ、私、結城愛音、スターハーモニー学園に通う中学2年生。学園のトップアイドル、みなとみおちゃんと出会ってアイドル科に転入したんだ。みんなに楽しんでもらおうって思ったイベントで体調を崩した私、けれどみおちゃんのおかげで歌声を取り戻せたんだ。しかも千春さんからは素敵なプレミアムレアドレスのプレゼントまで。おかげでステージは大成功。そしてそろそろフレンズを組むことを考えてみてもいいかもね。私とフレンズを組んでくれるのって一体誰？みおちゃん、マイカちゃん、エマちゃん、みんなは誰をフレンズに選ぶのかな。え、私？うん、決めた？誰とフレンズになるか。まだ。そっか、やっぱり悩むよね。まあみおちゃんの場合贅沢な悩みだろうけど。みおちゃんとフレンズを組みたいってアイドルは大勢いるもんね。なんて言ったって歌に踊りにお芝居も上手、それにマテリアルカラーのデザイナー兼ミューズなんだもん。すごいのはアイネの方。え？ファンの人たちと友達になりたいという気持ちの力かもね。出会ってから今日までアイドルとして一歩一歩着実に成長してる。本当？え？どのくらい？びっくりするほど。ミオちゃんとフレンズになれるくらい？なんて、私が釣り合うはずないよね。うん、こうしちゃいられない。もっともっとアイカツ頑張ってちょっぴりでもミオちゃんに近づくんだ。私、ちょっと走ってくる。え、待って、アイネ。あ、たまきさん、ごめんなさい。びっくりした。元気なのはいいけど校内は走っちゃダメよ。はい、すみません。これから一泊二日のロケの付き添いがあるのよ。あ、もしかしてエマちゃんとマイカの？そう、素敵ヶ原高原ドリームパークランドを紹介する情報バラエティの収録。そこって今人気のある遊園地ですよね。いいな、ドリパでお泊まりか。遊びに行くんじゃないんだから。そうだ、玉木さん。ん？あの二人ってもう決めたんですか？やっぱミオちゃんでしょ、フレンズを組むなら。実力あるし頼れるしね。そう、私は何気にアイネを買ってる。あの子といるとウキウキしてたまらない。まあ誰と組むにしても絶対エマのフレンズには負けないから。私だってマイカのフレンズには絶対負けない。きっとすぐそばにいるの、私たちは一人じゃないから。大丈夫、そう思えたよ、歩き出そう。いつも通りの柔らかな朝、ママのおはよう、太陽みたい。同じこの街のこと、好きな人たち、いってらっしゃいと空の下。どんな出会い、どんな世界、つながる寂しい気持ち、嬉しい気持ち、連れ出したら新しい始まり。立っててくれ、楽しみ方を紹介しちゃうよ。さっき着いたばかりだけど、森の中だけあって
空も近くて空気もとても美味しい。それだけじゃないよ。なんとこのドリパン、ラクロスコート100個分の広さがあるんだって。すごいじゃない。広い自然公園では綺麗な景色を楽しめるし、私の大好きなキャンプ場もあるんだ。ドリパ特製ドリームバーベキューも最高。ゴンドラに乗ってパークを一周するのもロマンチックじゃない。この景色、本当なら素敵なボーイフレンドと一緒に見たかったけど、いっか。明日はいろんなアクティビティを紹介するから楽しみにね。じゃあね、バーイ。はい、カット。今日はここまで。二人ともお疲れ様。お疲れ様でした。いや、二人ともとてもいい感じだ。パークの支配人としても大いに満足だよ。明日もこの調子でお願いしますよ。はい、任せてください。うん、では私はこれで。お疲れ様でした。お疲れ様です。よかった、二人とも収録には影響なさそうね。うん、出発前にね。玉木さん、少し気になることが。何かしら。エマちゃんから聞いたんですが、マイカ、もうすぐダンシングミラージュの新プレミアムレアドレスが初披露されるんですけど、そのモデルを決めるオーディションを前に少しスランプ気味らしくて。それとエマちゃんもラクロスの全国大会に出場するために絶対勝たなければならない試合があるのに、最近調子が上がらないみたいだって。そんな二人が組んだロケ大丈夫でしょうか。きっと大丈夫だよ。エマちゃんとマイカちゃんなら力を合わせて乗り越えられるんじゃないかな。え、私ね、思ってたんだ、あの二人ってとってもいいフレンズになれるんじゃないかなって。私とマイカが？私がエマとフレンズ？私たちがフレンズを組むなんて、アイネったら何言ってんだか。ほんと、笑うよね。で、結局決めたの？誰にするか。そっちは？そりゃ、まあ、あのね、お待たせ。チェックイン終わったわよ。今日は二人ともお疲れ様。さ、夕食にしましょうか。なんかマイカってさ、いつも和食だよね。そういうエマだって、いつも洋食ばかりじゃない？そっかな。あ、でも卵焼きは好き。あ、もう。この卵焼き、砂糖入ってない。私、卵焼きは甘くないとダメ派。私は甘いのは苦手。やっぱケーキには紅茶でしょ。そう？チョコ系のケーキにはコーヒーが合うわよ。まあ本当はケーキよりどら焼きが欲しかったけど。どら焼き悪くないけど、私は断然たい焼きの方が好き。明日も早いんだから、食べ終わったらお風呂入って寝るのよ。はい。やっぱお風呂はぬるめでゆったりしたいよね。熱々でさっぱりすっきりが最高。フルーツ牛乳最高。お風呂上がりにはやっぱりコーヒー牛乳ね。そうそう、この高原って冬のリゾートでも人気があるんだって。冬のリゾートといえば断然スノボだよね。スキーでしょ。インドアにこもるならテレビゲーム。将棋。世界一周に飛び出すならジェット機でピュワーン。せっかくなら豪華客船でのんびり優雅にしたくない？鉄道で旅行なら見どころは高い橋。長いトンネル。長いなら花。首。なんだ、私たちってあれもこれもみんな正反対。こんなのでフレンズになれるはず。
取れた。次、マイカちゃんお願いします。おかえり。ずいぶん楽しそうだったわね。気持ちよかった。おーい、マイカ。あの子もしかして絶叫系苦手だったのかしら。え、下で見てた時はそんなに高く見えなかったのに。ダメ、やっぱり無理。マイカ、大丈夫、きっと飛べる。だって私は知ってるもん。怖いって思えば思うほど目を大きく開いてチャレンジしてきたマイカのこと。無理だって。私はエマとは違うのよ。え、もふもふ。このふわもこ広場ではいろんな動物たちと触れ合うことができるんです。まるで天国みたいね、エマ。何してるのエマ、カメラの前で抱っこして見せないと。ダメ、やっぱ無理。え、私ちっちゃい動物は抱っこできない、壊れちゃいそうで。何言ってるの、そんなわけないでしょ。でも怖いのは怖いんだよ。大丈夫よ、見て、こうやってそっと持ってあげればね。やっぱ無理。できる。これまでだってどれだけ怖くても力いっぱいぶつかって乗り越えてきたじゃない。できないって。だって私はマイカとは違うんだよ。これで撮影終了です。お疲れ様でした。ひょっとしたらマイカなのかもって思ったけど、もしかしたらエマなのかもと思ったけれど。すごい、キュアパワーグリーズ社だって。じゃあ見に行こうか。うん。キュアパワーガーリーズ。ハロー、ココちゃん。ここだよ。キュアパワーガーリーズについて教えて。もらいました。キュアパワーガーリーズは今小さい女の子たちの間でとっても人気のある正義のヒロインだよ。ガーリーキャットとガーリーハニー、ぴったり息の合った2人で地球のオシャレを守るんだ。ぴったり息の合った2人。2人とも、ちょっといいかしら。私とエマが、キャットとハニーを。ええ、二人の役者さんが大渋滞に捕まって開演時間に間に合わないらしいの。楽しみにして来演してくれた皆さんをがっかりさせたくなくてね。二人ともどう？頼める？確かに私もエマも舞台の仕事の経験はありますが、なんとかお願いできないかね。エマちゃん、トリパでお泊まりどんな感じかなって気になっちゃって。うん、うん。え、2人でキュアパワーガーリーズを。でも私たちじゃきっとみんなをがっかりさせちゃう。え、どうして。キュアパワーガーリーズは息がぴったり合った2人。でも私とエマは。確かにエマちゃんは甘いポップで、マイカは情熱のセクシー。2人の個性は正反対。そうかな、私はきっと2人ならうまくいくと思うな。え、だってすっごく楽しみにしてるみんなを放っとけないって気持ちは一緒でしょ。そしてたくさんの人に笑顔をプレゼントできるアイカツが大好きだって思いも。うん、そうだね、やってみよう2人で。地球の素敵なドレスは全てこのジャージノワール様が奪ってやる。奪わせやしない。何者だ。宇宙のオシャレはガーリーハニーとガーリーキャットが守ってみせる。オシャレ銀河から大好きなこの星へ、オシャレ流星にライドオンしてやってきた。お前たちは。あたしたち、キュアパワーガーリーズ。
かポーズがいつもと違う。揃ってない。あ、ガーリーキャット、さっさと敵をやっつけよ。そうね、ガーリーハニー。では、左から真ん中よ。やっぱりあの短時間じゃ完璧には台本を覚えられないわね。おのれ、厄介なキュアパワーガーリーズめ、やれ。キックはお見舞い、パンチの方が効き目ありよ。バラバラすぎ、まだ攻撃が当たる段取りじゃないのに。で勝負。にらめっこなら負けない。いいぞ、頑張れ。あとはあなただけね。覚悟しなさい。必殺ジャンピングダイブ、でんぐり返しアタック。いや、やられた。ぴったりじゃなかったけど、すごく素敵。バラバラなところがとっても面白かった。全国大会に出場するためには次の試合は絶対負けられない。もし負けたらどうしよう。怖くて怖くてたまらないけれど、これまでだってどれだけ怖くても力いっぱいぶつかって乗り越えてきたじゃない。緊張で胸が張り裂けそうけれど、だって私は知ってるもん。怖いって思えば思うほど目を大きく開いてチャレンジしてきたマイカのこと。では次はマイカ入って。はい。そうだ、私は彼女じゃない。でも彼女は私じゃない。だからこそ一緒に歩みたいのは、走りたいのは、私のフェスの幕が開く。けどまた子供ちょっと得した気分。無邪気だってちっともおかしくないし、背伸びしたってぴったりとハマるのさ。心に従って行こう。湧き出すミュージック、大事なのはチャレンジ精神。スイッチ入れる。Thank you.
丈のジャケットとボディーチェーンがダンサブルですっごくセクシー。マイカのステージがドレスの良さを目いっぱい引き立ててる。マイカちゃん素敵。キャットハニーはどう？いや、ハニーキャットじゃなきゃ。それってひょっとして？そう、私たちのフレンズ名。じゃあエマちゃんとマイカちゃんフレンズを組むって決めたんだ。ええ、そう。ふう、私だってこうしちゃいられない。よし、ちょっと走ってくる。ミオは決めた、誰とフレンズを組むか。このプレミアムレアドレスで私の幕が開く。蝶のマイカ盛り上がってきたじゃない。そろそろ行ってもいいと思うのよね。シチュエーションにもこだわりたい。ミオちゃん決めた。次回アイカツフレンズ、告白はドラマチック。一緒にアイカツ、Here we go!